今パー。そう。アイアン得意なんだね。アイアン好きです。なんか上から打ってるもんね。あれ、やっちゃった。止まっちゃったこっちが。あー、なんかすごい土。ナイスダフリ。硬かったの。ショー、はい、今日はあれ、なんか土ついてない？あ、違うこれ。はい、今日は高校生とラウンドしてますが、霧が出てきました。霧が出てきました。ナイスオン。ナイスパー。ナイス。よく打と持つね。おー、打った。乗ったでしょ？うん。うん、自衛隊式スクワットが、スリーパッドは自衛隊式スクワット。え、そうなの？うん、え、スリーパッドしてるよ、なんか。お疲れ様でした。どうでしたか、前半のラウンドは。自分なりには。自分なりには。でも、最後の方パッドはちょっと良くなったんで、後半もっとバージョンで。なるほど。走ったら、ポコ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 入るようになったね、急に、うん。そういうのもありなんですかね。考えないゴルフ。パパ打つパパ打つ、はい、アスリートなんでこの子たちは、はい、私はちょっとパター強かったんで、後半は立ち合わせて、でとりあえず前半ワンオーバーなんで、後半ワンアンダーでイーブンに戻した。そうだね、2人ワンオーバーだもんね、はい、37、37。すいません、38です。いやいやいや、もうでもちょっと生徒に負けてしまったんで、まあ1打半でと思って、後半はもうちょっとやっちゃいます。やっちゃいます、めくっちゃもっとおっていう、はい、楽しいね。三草さんどうだったの？こんなアスリートたちと回って、ちょっと前半調子良かったんですけど、後半ポコポコ叩き始めまして、42で終わったんで、まあまあかなと思います。はい、じゃあ後半も頑張ってください、はい、後半またメンバーチェンジします。よろしくお願いします。チャンス、ありがとうございます。ありがとうございます。しました。前半トップの2人と組が変わります。そしてもう1人
途中までトップだった吉岡哲司さんも、あ、やめてください。ダントツトップだった。ダントツトップだった。負けたと思って。どんどん落ちました。みんなリーダーズボード見た瞬間、うわーって超盛り上がった。最初だけ全力疾走する運動会みたいな。中3のライト君と高2ですか。高1です。高1のお名前は、はい、千田萌香です。千田萌香ちゃん、ライト2だ。めっちゃフックグリップ違うな。調子いいから今じゃな、大体な。めっちゃ曲がってった。ここです。こんにちは。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。映ってます、ちょろっと。恥ずかしい。あの監督がこの、うん、アスリートチャンネルを始めたきっかけっていうのは何なんですか。うん、子供たちともっとこう距離を近くしよう。うん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 。だんだん年が離れてきて、はい、黙ってると怖いおじいさんみたいになっちゃうから、はい、子供たちと一緒にチャンネルをやりながら、はい、仲良くなりたいなと。へえ。指導のため一環って言いますかね、はい、始めました。なるほど。実際にあの、うん、始めてみて何か変化とかありましたか。あ、金メダル4つ。お、すごい。アジア大会金メダル4つ取った。すごくない。すごくないですか。それすごいよ。男子ゴルフのアジア大会で、はい、教え子の中島くん、圭太くんと笹生優香ちゃんが、はい、金メダルをそれぞれ個人金メダル団体も取りました。すごいですね。すごいよね。びっくりだよね。拍手してくれてだからすごいあの効果はあると思いますね。その他にの子たちも全国大会優勝したりとか、うんうん、高校緑の甲子園も全国4位、うんうん、女子個人優勝。すごい。子どもたちと一緒にこういう作業をやることが、はい、すごく効果があるっていうのが分かりました。なるほど。でこの合宿は、うん、誰でも参加できるんですか。誰でも参加できます。お、そうなんですね、うん、なんか選ばれし者しか来れないのかなって思ってたんですけど。誰でも誰でも、うん、ウェルカム。 OK。 なるほど、ありがとうございます。はい。おー、ナイスショー。このライで3番ウッドとか余裕ですか。あの今球が浮いてたんで打てないことなかったんでクラブ短く持って打ってました。結構横振りみたいに振りましたね。横振りではない。そうですね、うん、あんまりそんな感じ。そんな感じじゃない。さすがです。これはどれぐらいのイメージでやりますか。結構距離あって上げてるんですよ、うん、上げちゃうと止まっちゃう。ボール上げちゃうと止まっちゃうから、低いボールで落とし場所をちょっとイメージしながら素振りして、はい、はい、低いボールでいきます。スピンかけないボール。はい、スピンをかけません。今すごく卓球でいうナックルやね。知らねえって顔してるよ。なんかあのねピュッピュッって感じね、無回転みたいなボーンみたいな。
だいぶ足の裏は読めるようになってきた。ここでね、これ世界のナショナルチームの選手はこれみんな使うの、監督コーチ。これでこの傾斜が 1.48%、はい、この傾斜が 1.48% で、ここが 2.26、 1.74、 2%、 2.5%、 2.5% ぐらいから 1.7% ぐらいまでのフックライン。なんですか、横の傾斜で 0%、 ほとんど平らで。そういうこと。そう、ここから傾斜が 2% ぐらい。 2% ってまあまあある方です。まあまあ、まあまあ、2カップないあるかぐらい。そうですね。これをやっていくとだんだんこう、それを足の裏でこう測ると、これで 2% だなとか。へえ、みんなやってるんですか。あのプロもみんなやる。へえ、有名な。だから今日なんかこうやって立ってた子いた。こういうのやるのはこれがまず基準。これ 2.35% 傾斜、これで 1.9%。 足の裏の感覚。そう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 、はあ、はあしか言えない。最後はこうやってで測って